スパ西の浦モーターパークは愛知県甘郡市西の浦町原山三番地西の浦温泉にあるサーキットで伊東レーシングサービスが運営に当たっている。2007年6月9日オープン。全長 1.561km とオートランド柵手や三浜サーキット等と比べるとコース長が確保されている。今後は中京圏における モータースポーツの重要拠点として期待が寄せられている。すでに4輪のトヨタ自動車や三菱自動車工業等の開発部門や2輪の鈴木、ヤマハ発動機のワークスチーム等のメーカー関係者の利用、それに一般的な走行会等が広く開かれている。全国でも珍しいシーサイドサーキット。 三河湾から突出した西の浦半島に位置し、三河湾国定公園にあるため、サーキット施設から三河湾の眺望に優れる。日本自動車連盟と日本モーターサイクルスポーツ協会の公認サーキットとして、初心者から上級者まで安全にモータースポーツを楽しめるサーキット。スパ西の浦モーターパーク概要にあるコース全体の写真を見るとわかるように、狭い敷地を、 最大限に利用し、多様なコースが設置されている。敷地内をくまなく網羅する本コースは、比較的高低差の少ないコースだが、コーナーのバリエーションに富み、走行にいろいろな要素が要求される。コースは420メートルのホームストレート、ストレートエンドから立体交差へ続く第1第3コーナーは、左にバンクした高速の区間であり、これに、 S 字コーナーヘアピン最終コーナーへ続く、技量が要求されるテクニカルなサーキットである。コースは大きく分けて、北コースと南コースに区分される。通常の営業は各種練習走行会や一般車走行大会などが行われている。2輪、4輪のコース利用区分が設定され、1時間ごとに交代での利用となる。その他にレーシングカートの利用も可能である。 2008年2月16日から通常のフリー走行枠でのタイムが計測されており、車種別ラップタイムが SNMP のホームページ内で掲載されている。個人が貸し切りすることも可能である。詳細については SNMP のホームページ内でもアナウンスされる。SNMP の開催するライセンス講習会を受講することで現在無料で、 コースライセンス講習会を実施している。その旅行級ライセンス等の取得者であれば、コースライセンス事項なしで利用が可能である。国定公園内に属するため、愛知県や環境省との騒音取り決めで、走行車両の騒音規制が厳しく設定されている。ありがとうございます。